はい、こんにちは、森田カルです。今回ですね、久々なんですけども対談、動画をですね、撮っていきたいと思います。で、今まではですね、ロンドンオリンピックの立石諒選手との対談、そして、日本、代表帯同トレーナーの清水先生ですね、との対談を取って、それこそですね、プロからの話、そして、いろんなね、立石選手だったら夢とかね、そのロンドンに向けての苦労とかを話していただきました。今日はですね、僕はもう本当6年ぶりですかね、友人でありですね、今治療家でもあるですね、高橋陽平くんですね、と一緒に対談をさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久々の、そうですね、ね、はい、最近ね、なんか久々飲んで、なんかこう対談しようっていう話になったと思うんですけど、はい、本当に、今動画見てる方は誰みたいな、そう、ね、感じだと思いますので、はい、ちょっとあの自己紹介、やっていただけるんですかね。はい、はい、埼玉県の八潮というところで、整骨院を経営しております高橋陽平と申します。よろしくお願いします。はい、もうあれですか、治療してどれぐらいですか。治療院開業して、今3年と半年ですね、3年半ですね、はい、治療の、その3年ぐらいなんだけど、はい、それまでは、いろんなスポーツとかも、もともとなんかやってましたか。僕自身はバスケットボールをやったりとか、幼い頃は森さんの今やられてる水泳もやってたりとかっていうのも、やってましたね。なんかその治療家になろうみたいなは、やっぱり僕自身が怪我したとか、やっぱりその健康をいろんな方と、関わっていきたいっていうところで、それでやっぱり治療家を目指したっていうのもありますね。なんかやっぱ怪我した時に、その当時、例えば今陽平くんのノウハウが、もしその他の人、トレーナーさんでいてくれたら良かったなと思うこととかあります？そうですね、僕自身がその大きい病気だとヘルニアとかなったりとか、あと怪我でいうと捻挫とかってやっぱ経験してきたんですけど、やっぱりその時に本当に近くに治療家がいたらとか、そういう体に詳しい方がいたら、もっと競技が違ったのかなとか、もっと早くなったのかなっていうのはやっぱり思ったりとかしますね。なんかいろいろ接骨院とか、マッサージとか、いろいろあると思うんですけど、治療家って、なんか意外と今紹介でも治療家って言わせてもらったと思うんで、意外と聞き慣れない言葉なの気がするんですけど、治療家って、分かりやすく言うと、どういう感じなんですかね。そうですね、国家資格で言うならば、柔道整復師だったりとか、鍼灸師だったりとか、あんまマッサージ指圧師っていうのが国家資格になってきますね。あとは病院で勤められている方の、理学療法士っていう方が治療家っていう、あの枠でくくられるのかなと思いますね。ここもなんかね、一回左の背中痛めて、そうですね、ね、行かしてもらったんですけど、ここがよっ、陽平くんの治療院なんですね。これどこにあるんですか。埼玉県の八潮。八潮。八潮って何線だっけ。つくばエクスプレス。そうですあの結構駅から近いですよね。そうですね、徒歩で3分ぐらいですね。そう、なんかスタッフの人たちも、なんかね、すごい明るくて、そうですね、ね、皆さんなんか行った時もすごく好印象で元気が良くて、で、なんか、これだけたくさんの人がいる中で、自分も治療行った時に、やっぱこうどっちかで、あれはたまたま自分は腰、背中痛くて、バランスが悪いっていうのがあったじゃないですか。あの時に、結局見た時に、あれはそれぞれやり方違うと思うんですけど、僕が背中痛めた、要はトレーニングで痛むか、筋トレしてて痛くなって、で、見てくれたじゃないですか。あれって中身とか治療の方法はあれなんだったんですか。なんか僕すぐ治ったんですよ。あ、そうですね、僕、治療的な考え方だから言うと、痛いところって、あくまで痛みが出てるだけっていう僕は考えてまして、森さんともお話しする中で、体のバランスだったりとか、そこに負担がかかることによって痛みが出てるっていうふうに解釈してるんですね。なので森さんの背中の部分が痛めてたっていうのがあったと思うんですけど、じゃなくてその周りのところも結局そこに負担がかかるから、そのバランスを整えて回復力を高めましょうっていうのが、僕の治療方法でもありますし、スタッフさんとかもやられてる治療方法でもあるんですね。そしたらやっぱスポーツやっていく中で、例えば肩が痛い、肘が痛いっていうのも、大体こう、自分の周りもそうですけど、痛いから肩ばっかりやる人もやっぱいたりして、
ってことはそれは違うっていう、そうですね、まあ、見方で、うん、あの、まあ、他のところも見て、そうですね、方が、うん、そこから原因来てるんだよっていうことを探すっていう、そうですね、どちらかというとぶつけたりとかすれば、そのぶつけたところが原因になるんですけども、うん、はい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 、森さんの場合ぶつけたとかではなかったじゃないですか、うんうん、実際に筋肉を痛めてしまったんですけども、うんうん、じゃあその痛めてしまった原因は何なんだろう、うん、そもそもバランスの悪さなのか筋肉の硬さなのかっていうところが、やっぱりその原因をちゃんと突き止めてあげて、うん、そこをケアしてあげるっていうのが、やっぱり人間本来ってやっぱ回復する能力があるわけじゃないですか、うんうん、そこを引き出してあげるっていうイメージですよね、うん、あ、じゃあ逆にもういろんな治療を言ってるけど治らないっていう人もやっぱり中にはいるんですよ、はい、そうですね、うん、そういう人はやっぱりアプローチがちょっと違ってる可能性もあるってことですね、はい、そうですね、はい、あ、なるほど、やってる治療自体はやっぱりいいものだったりとかすると思うんですけど、うんうんうん、ただ見方を変えるだけでやっぱり体ってやっぱ体全体でやっぱ成り立ってるので、うんうん、本当にその体一つの見方だけで症状を変えられると僕は思ってるんですよ、うんうん、なるほど、ってことはやっぱりこういろんなあの体、人それぞれ違ってくるっていうのもやっぱあるわけですね、はい、そうですね、あ、うん、まあ、でも今回、せっかくね、はい、そうやってやっぱいろんな、まあ、アスリートもそうだし、はい、まあ、上君もアスリート経験者でもあるし、はい、まあ、やっぱりこう動画見てくれてる人は、まあ、水泳の人たちも多いんですけど、うん、でもやっぱりいろんなスポーツある中で、はい、まあ、大体ね、関節、肩、はい、肘、はい、腰、膝、はい、ってなって、まあ、足首もあるかな、はい、水泳はそんなね、足首は歩いてて捻挫するぐらいはあるんですけど、はい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 、あんまり泳いでてないんです、うん、まあ、フィンを使ってやりすぎたとかはあるんですけど、はい、その肘とか腰とか、はい、あ、肩ですね、はい、でこの3つが結構多いんですよ、はい、なのでまあそういう部分もちょっとこうトレーニングというか、まあ、ケアの仕方、うん、はいはい、でもなんでこういう風にやるから痛くなるんだよとか、うん、まあ、いろいろそういうところもちょっと聞いていければなと思っているので、はいはい、まあ、ちょっと、せっかくねこれから水泳も頑張りたいっていう人、はい、そしてやっぱり頑張りたいんだけどなんかやっぱね痛くて泳げないっていう人たちもいるので、はい、そういう人たちのためにですね、はい、ぜひあの動画でアドバイスをしていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。では明日はですね、まあ、次回はですねちょっとその今日はちょっと予約の自己紹介と、はい、こういう考えがあるっていうことを話してもらいましたけど、まあ、次回からですねちょっと少し体のこと、まあ、バランスのことっていうのをお話をしてもらいたいと思います。で次回はですね運動に当たってまず大事なところは何かっていうところですね入っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。ではよろしくお願いします。お願いします。